控室に戻った君たちに北条は語り始める。この会場自体が巨大な装置だったんだわ。ような空気、会場の違和感、準決勝の試合を見て確信した。以後は装置の力を使ってすでに会場にいる観客の脳をネットワークのように結び終えているんだわ。ダンスによって生じた高純度のエネルギーを LOD の流れによって生じる本流で束ね、脳をつなぎ合わせたネットワークの力を使って増幅させている。おそらく極限まで増幅させたエネルギーをビッグバンのように爆発させて、自身の精神波を広範囲に拡散させようとしているんだわ。それ本郷さんもいるところで話してんだよね。本郷はおいおい何の話だSF 映画じゃねえんだぞとそうだね応用して呟いてますね。なんですけども、北条はもうその様子を気に留めることもなく話を続けます。うんうん、ビッグバンがどの程度の規模で広がるのかは想像もできないけれど、精神波に触れた人間は等しく巫女のネットワーク下に直結されて支配されてしまうわ。そうなれば巫女に思考や思想を都合よく書き換えられてしまう。私の未来と同じ運命を何としても止めなくちゃ。じゃあそれを聞いて思わず急いで控え室内を見渡して、はい、あの彼女の姿を探す。そうですね、あのさっきあった端にいるかな。いる？よかった。まず男性が、そのリーダーの男性が、壁に横たわって気を失っている。で、それに抱きかかえられるような形で彼女も、いる。ああ、無事ではないんだね。彼女は、抱きかかえられた腕の中で、そうですね、願い、私からダンスを奪わないで、ああ、と子供のように泣きじゃくっている。ああ、じゃあ、そっちの方に近づいてって大丈夫かな。北条様、まだ話したそう？いいですよ、言っても。行っていい？じゃあそっちの方に行って。ねえ、何があったの？あ、いや、やめて、私からダンスを取らないで。痛い、腕が痛いのと言って、包合された後かきむしってますね。ダメ、やめて、痛いの。そんなことしたらまた痛くなっちゃうよ。もっと傷が開いちゃう。助けて、やめて。あれを失っている様子ですね。じゃあ北条さんに、これもそいつの仕業なのと聞きます。おそらくさっきの準決勝の余波がここまで及んだんだわ。そんな、じゃあなんで私たちは無事なの？それはひとえにあなたたちの精神力としか言いようがないわ。でですね、北条の声を遮るようにして無機質な声でアナウンスが流れます。まもなくスタンダード無差別級決勝を開始します。このまま強行しようというの？止めるためには本流からそうよ、ダンスで停滞する流れのエネルギーをぶつけ相殺することができれば、あるいはかな。みたいな顔をしているどういうことですか？じゃあ LOD で回してんだったら逆に回るってことですか？そういうことね。それで今発生している以上のエネルギーをぶつけることができれば、この状況も搭載されてなくなるはず。だけど力を失っている私にはできない。あなたたちにしかいないことよ。決勝に進んだのは北条さんじゃない、私たちだから。ああ、でも2人
再びあのフロアに立てば、普通の人間は狂気に侵されてしまうかもしれない。それでもあなたたちは、自分は普通の人間じゃないなんてそんな都合のいいことは言わないけど、一回耐えたんだもの。それに一人じゃないわ。一緒にやってみる価値はある。じゃあ二人でやってみよう。うなずく。それなら北条はこう言うかな。分かったわ。じゃあこのブローチを持っていきなさい。それはあなたの力だったんじゃないの？もらってしまったら、ブローチをミユニのドレスに取り付けるかな。はい。これがあれば多少の狂気からはあなたたちを守ってくれるはずよ。もうひび割れてるそれね。今度は必ず私があなたたちを守る。フロアの端であなたたちの戦いを最後まで見届けるわ。わかりました。じゃあ行くか。本郷もそうだな、まだ話は飲み込めちゃいねえが、要するに最高のダンスを踊って悪者をぶっ飛ばすってことなんだろ、まあ、お前たちの踊り当然俺も最後まで見届けるぜ。さあ行ってこい。と言って北条の手を取って微笑むかな。じゃあ、うん、いいよ。あ、じゃあ本郷さん、北条さんと一緒にいてくださいよ。任せておけ。最後までお前たちと一緒だ。頼みました。はい。じゃあフロアに向かっていくでいいですか。はいはい。明日。はあ。はあ。フロアに行くと中央で神宮と白姫が待っていました。まだ呼ばれてないよね。もう呼ばれてる？もう入ってくださいって、フロアに入ってくださいって呼ばれてる？もうフロアにアナウンスがかかってるから。あ、そっか。じゃあ、もう私たちが最後だろうから。うん。まあ、小走りで入るかな。うん。ダンスフロアにいるのは、中央にいる神宮と白姫。ただその二人だけ。神宮は来たかと短く言う。火を消した顔持ちの神宮に対し、隣にいる白姫は、ね、おお目からは光が消え、ただ意志のない人形のように神宮に寄り添っている。あなた今何をしているか分かっているの？白姫を救うためだ。俺はそのために化け物に協力している。化け物は助けてくれるってはっきり分かってんの？縁に白姫を病気から救ってくれた。俺は白姫のためなら何でもやるさ。世界を壊すことだって。それには答えないかな。なぜか最後にはお前たちと相対する、そんな予感がしてたよ。
俺はもう後には引けない。何を犠牲にしてでも白姫を救う。さあ始めよう、俺たちのダンスを。再びアナウンスが流れます。スタンダード、無差別級決勝、種目ベニーズワルツ、タンゴ、クイックステップ。神宮ペアとの一騎打ちが始まります。ここではより多くのパフォーマンスポイントを集めた方が勝者となります。なるほどね。この辺でいいかな。じゃあ優にするか。優でいく。まあ向こうが神宮ならね。なるほど。今回はあなたたちは LOD とは逆の流れで踊ることになります。はい、はい、神宮は LOD なんだ。そうですね。そうだろうね、うん、あなたたちは時計回りで回る、はい、それを踏まえてコマの場所を決めてください。さてちょうど相対してる感じでどこで行こうか。だったらこことかにしてさ、うん、この辺とかにしてさ、うんうん、ここでそうそう、あとの方1回目でここの一番最初のプラス1に行くようにして、うんうん、でまあ3回の間ぐらいにもう1回別の位置に行けるような感じにすればいいんじゃない、うん、でその時に1回ぐらい神宮とすれ違うと。そうだね。でいいんじゃないかな。いいと思う。いい展開だね。うん。ではね、始まる前に1回だけ目星振る。お？何に対して？観客席にいる母親と。はい、いいですよ。相手に対してこれクリティカルか。クリティカル。なるほどね。じゃあ、ですね、あなたは観客にいる橋爪と自分の母を見つけることができるでしょう。二人はその場にぐったりと倒れ込んでいる。じゃあそれを見て下唇かっちめて踊る場所に着きます。あなたのうちから力が湧き上がってくる。10アミーゴポイントを獲得してください。お、素晴らしい。はいはい、では踊りを始めますか。今回のダンス、新しいダンスになります。最初の種目はですね、ベニーズワルツ、タンゴ、クイックステップなんですけれども、各3ターンで踊っていけます。目標となるパフォーマンスポイントはハテナ。はいはい、初期会場ボルテージは1です。お、1なんだ。はい、みんなぐったりしてるからね。そうね。とりあえずマーカーだけ置いとくかな。で、今回最初の曲、ベニーズワルツは初めての曲ですね。そうですね。では、これを出しましょう。ここでいいんだよな。はい、ボードの方にも貼りました。はい。こういうメモの方にも貼っておきます。お、マイナス30プラス APP プラスサイズ。うん。ここで注意しなければならないのは、ここの判定自体にはあれですね、芸術ダンスの判定をするわけではないので、パーフェクトリーディングであったり額縁の花は使えません。なるほど。まずはこれを計算してください。芸術ダンスがベニーズベーシックの技能値ですね。これ1回計算すれば毎回使えるので、うん、70から2を引いて68かな。私は60からよいしょ、なんで30足す APP プラス3ね。30足す？マイナス30足すだね。そう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 、うん、で60から30で213から42。
サイズ感も。サイズ13、56。計算できた？うん、ちょっとね、俺も準備不足だったんだけど、今ジングーと白姫のやつを計算してた。ダストパレット加えちゃうわ。おそっか、そっちも振るんだね。決勝戦はもう一騎打ちですね。はい。さあやりますか。やりましょう。やりましょうか。が始まります。ではまず神宮が動きます。はい。そして動いたところで追加ルール、はい、そういうメモに貼ります。追加ルール、狂気のフィールド。会場の空気を味方につけているものだけが会場ボルテージの効果を得ることができる。なんだって。また毎ターンの開始時に3チェック 1D6 が発生する。毎ターン、え？さあ始めましょうか。これは私たちが3チェック受けるってこと？ということですね。毎ターン3チェックが発生します。会場の空気を味方につけてるものっていうのは神宮ってこと？はい。じゃあ私らは会場ボルテージの効果は得られなくて、はい、会場ボルテージのことだけ受けてんだって話だな。そういうことですね。まず神宮が動きます。はい。 D6 5ですね。 1,2,3,4,5。 はい。 1,2,3,4,5。 ごめん、逆だった。ここでは、うん、そうだね。ありがとう。 OK。 じゃあ、なるみどうぞ。はい、女神の導きを使用します。はい、成功。成功。じゃあ、2位進む。これさて、ではまず会場の狂気があなたたちを蝕む。3チェック 1D6。はい、成功は1、失敗は 1D6。 よし、お素晴らしい。はい、ね、おでは技に移行しましょう。はい、ベニーズベーシック。 まあどっちが先に振るかっていうだけですね、考えるべきところは。まあとりあえず私がかけて振るよ。了解。68だから、それにいくつかけたらいいんだ。ちょっと待って、計算ができない。いや、俺も電卓で。95だから、X が68 27。湯水のように使うか。そうだね、使わない無理やろ。27使います。2,3,4,5,6,7,8。で95にします。はい。よっしゃい、スペシャル。スペシャル、素晴らしい。じゃあ自分も39使用して。そりゃそうだよね。まあ、わかるよ。これは GT100 で普通に振っちゃえばいい。あ、スペシャルが出ない。 あ、そうか。じゃあこの式95で書けばいいと思う。 CCB95。 うん、 CCB か。
素晴らしい。成功。2回目成功。じゃあ3回目どうぞ。じゃあ私が振るか。どうしよう。80ぐらいにしとくか。そうだね。80にするには、60、ロード6だっけ。ちょっと待って。68だから、じゃあ12。すげえな。1曲目から飛ばすね。でもな、どうしよう。これ。後半なんか、あると嫌だよね。そうだよね。ちょっとそのまま振ってみるか。お、あ、じゃあ 2だけ使います、2だけ。はい。2だけ使って70にして振ります。あ、よし、おお、すげえ、振ってよかったよかった、うん、まあまあまあ、うん、まあまあまあ、よかった。では最後なるみ、はい、じゃあ56なんで、まあとりあえずいいんじゃない。ここはやっときたいので24振るかな。はい、振る振る、最初のうちにね。だから110、ちょっと待って、よいしょ、今持ってるの、まだ1曲目だよ。大丈夫、1曲目が、あ、確かに俺は56だから、じゃあ14使ったことでいいかな。怖え、クライマックスだよ、頑張れ。よいしょ、よいしょ、じゃあちょっと先、一応、127まで落ちる。よいしょ。頑張れ。下で CCD の70。よし、成功。よしよしよし。いいですね。じゃあ合計は、90ですね。ああ、90か。1回スペシャルがあるから。そうだそうだ、90だ。では芸術度の判定を行いましょう。はい、あれを使います。ここは使います。はい、格物の花です。はい、ありますね。あ、一人ジングね。いや、普通に振ります。普通に振りましょう。はい、成功。オッケー、よし、その成功。では 90×2 ですね。いや、3プラス1がある。 あ、そうですね、審査員の前。はい、180 APT 獲得。よし、これはでかい。増やしておきましょう。ここでこれはでかい。よし、最高値。よし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 。では続けて神宮ペアの判定を行っていきます。はい、神宮のベニーズベーシックの技能値はいろいろ計算して85になります。高っ。ではまず神宮ファンブル。ちょっと面白いそれ。おっと、ではここで神宮ペアの移動は終わりですね。はい、よしよし、やっ、いいぞ。神宮ペアの獲得はゼロでした。やっぱ意識のないパートナーはダメなんや。そう、意識のないパートナーダメだよ。そう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 、神宮もちょっとクッとな感じですね。そしてですね、意識のないパートナー動かし慣れてないな。よしよしよし、両者を挟みます。はい、愛情を渦巻く感情の本流が体を通り抜ける。その際、自分ではない誰かの記憶、感情が流れ込んでくる。二人の小さな男女が親に手を引かれて向かい合っている。女の子は親の手に隠れながら、白姫です、よろしくお願いしますと精一杯の勇気で声を出した。それに対し男の子は、母さん、俺こんななよなよしたやつの組むの？とうっきらぼうに答える。しかし、どこかその顔は照れを隠しているようにも見えたのだった。さあ、2ターン目が始まる。ターン目、まず神宮ペアが動く。 DD6、
はい。5 1,2,3,4,5。 はい、うん、まあ、私らはこれ 1D6 でいいんじゃない、うん、普通に振っていいよね。うん、普通に振ります。4 4。はいはい、はい、OK です。そして狂気が再びあなたたちを蝕む。そうだそうだ、パンチェック。わかった。 1D6 またか。はい、あ、失敗、失敗。では 1D6 でどうぞ。あー、やべ。6。おっ、なるみは 1。 じゃあ大丈夫か。理由は分かってますね、何を振らなくちゃいけないか。はい、分かってます。私は発狂が得意なフレンズだよ。あー、ちなみにですね、もし発狂してしまったらどうなるかというと、まあ、うん、踊りはできませんよね。ああ、うん。ではアイディアどうぞ。失敗。素晴らしい。一応い。素晴らしい、素晴らしい。発狂まで一足りないだぜ。イエー。発狂はしませんでした。そしてですね、すごい吐き気に苛まれたみたいな顔しながら、はい、でも気丈に笑ってる。会場渦巻く力はさらに勢いを増す。会場ボルテージが2に変わります。そう、やつらだけ受け上がって。では2ターン目、さあどうぞ。私らからいっか。そうだね。これは私1回2だけ入れた70で振っていい？あ、そうだね、80にしとく。いやでもな、うん、いや、この調子で入れてたら絶対足りなくなるでや。うん、足りなくなるね。2だけにしていい？うん、じゃあ2だけ、APT を使って70にします。わかりました。よし、スペシャル、これは強い。では続けて U どうぞ。 OK、 14使用して70にします。はい、結構ガンガンいくね。103大丈夫か。いや低いからね。よし、OK、成功成功、はい、成功。では続けてちょっと私このまま振ります。ゆうどうぞ。はい、まあ、失敗したらごめん。いや、よし、成功、強い。 OK、このまま振ります。はい、成功、これは強い。よし、では再び90ポイントですね。はい、さあ芸術道を決めましょう。額縁の花を使います。はい。同じくパーフェクトリーディング使います。じゃあ私このままで振るかな。そうだよ、このままで振ります。はい、よし、こう、よし、じゃあ素晴らしい。ではかける2ですね。90かける2 80360になるです。安定ですね。さっきなんで180なんだっけ。プラス1しなかったっけ。芸術度さっき取ったの90かける3だよね。3か、あ、そうなるかな。だってそう、私らが2人成功してて、で審査員の目の前だったよね。うん、じゃあかける3だね、1回目は。うん、じゃあ270だったはずだから。はい、あと90入れていい？どうぞ。はい、これはすごい。よし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 、はあ、450。いや、すごいな、すごいな。差をつけていこう。オッケー。では神宮ペアも打っていきます。いいです。2回目クリッカー、
ね。ハンドル2回ぐらい出せないかな。では次に白姫。ニーズベーシック。スペシャル。マジかよ。さっきのミスを取り戻そうとしてやがる。では次に。ニーズベーシック。ベーシャル。マジか。うわ、マジか。では次に白姫。そう。こう。マジか。そうしてきた。どうなるかというと、40プラス30プラス30プラス20になりますね。40プラス30プラス30プラス20、はい、プラス30プラス1回クリティカルの2回スペシャル、うん、でこれで40になるよね、プラスで4回成功してるので、4回成功してるから80で120か、アザーポイントがまず120ですね。はい、芸術度の判定をします。リングは白姫に対してパーフェクトリーディングを発動します。白姫は芸術ダンスかプラス20で振る、白姫の芸術ダンスが75なので95になりますね。うわ、振ります。行こう。続けてジングが芸術ダンスで振ります。リニングの芸術ダンスは85の値で振ります。結構。あ、決めてきた。じゃあ、ですね、2プラス2なので、120×4 ですね。やべえ。一気に超えられた。獲得します。ちょっとジングの方も APT 出しとくね。今、ジングのステータスが非公開になっちゃってるので、こいつを公開にして、ステータスに APT を追加して、最大値、こっちは1000ぐらいにしとくか。え、ダンスのレベルがハイレベルすぎるだろ。480一気に獲得。これ勝ち目あんの？こっからマジか。はい、では3ターン目に行きましょうか。これどうにかして相手のあれを妨害できるやつないの？しかしその3ターン目に行く前にまた描写があります。再び自分ではない誰かの記憶感情が流れ込んでくる。窓の外で雪がギンギンと降る中、白髪の少女が可動式のベッドで上体を起こし横たわっている。無数のケーキ補助具につながれた少女の体はひどく痩せこけ、表情すら動かせないのだろうか。ただうつらな目を虚空に向けている。そんな少女の手を強く握る少年、肩が震え目からは涙が止めどなくあふれる。少年は深く傷つき、そして絶望していた。さあ、3ターン目です。まずは神宮ペアが動けます。絶対なんかあるはずなんだよな。うん、頑張れ。じゃあ導き使っていきます。はい、よし、プラス2。はい、さて、いやこれ絶対なんかあるんだよな。さあ、まずは凶器をあなたたちが蝕む。3チェック。 1D6。 はい、お成功は1。よし、早に、あ、2か、すごいね。うん、でしゃらしい。
これ普通に減るよね。はい、46。はい、で会場の高まりはさらに増していく。会場ボルテージが3に増えます。これ会場ボルテージが増えるのを止める、またはこの狂気のこれを止めないと、うん、勝ち目ないよ。ダメ。さあまずはナルミペア。ここは来るしかないのか。なんかブローチになんか反応ないですか？特にないですね。こうやって使うとか聞いてなかったですよね。うん、聞いてないですね。あ、特に何も言うことはないかな。そっか。なるほどね。あー、そっか。そうだよね。どうやって使うっていうのがあるはずだもんね。ではパフォーマンスを始めましょう。こちらから振りますか。私からいきます。はい、12。12入れました。はい、よし行こう。まず20。じゃあ89にして72。いやー行こう。成功。入れてよかった。入れてよかった。そのままっていい？そうだね。ちょっとそのまま振るね。うん、成功。Okay. 熱い。 Okay. ここでダンス。こうでしょ。これ普通にいいんじゃない。普通に芸術ダンス。うん、ここで振るのってあと1回、あと1回。そうだよね。あと1回マイナス30プラス APP プラスサイズのやつ。オッケー。で、通常通り。うん。で、60で。違う、56。よいしょ。おっ、はい。では、ね、技で獲得したポイントは60ですね。芸術度の判定をしましょう。はい。それぞれ芸術ダンスでロールしてください。そのまま振ります。パーフェクトリーディングをください。額物の花をあげます。ありがとうございます。そのまま振ります。はい、よし、でこう。じゃあ80にして、はい、でこう。じゃあ 60×2 足す1だから3。そうですね、180獲得。180。これダメだよ絶対。これで630。これ一回一回場所戻らないよね。ああ、暑いな。では続いて神宮ペアの判定をします。まず神宮から。ニーズベーシック失敗。 OK。 おはい、とりあえずは回ったわ。うん、とりあえず。これで1曲目は終了しますが、再びあなたたちに記憶が流れ込んでくる。薄くピンク色をした体を持ち、膜のような翼を持つ機械な生物を前にし、物怖じせず喋る少年がいる。君たちにはこの背中だけが見えている。いいだろう。
お前と契約する。俺は白姫のためだったら悪魔にだって魂を売ってやる。他の何を犠牲にしても必ずお前を救う。ね、ごめんちょっと待ってね、俺の方ココフォリアクラッシュしちゃった。オッケーオッケー大丈夫か。うん、こうゆっくり会場が熱すぎていや